はい、プレボールの前球人です。全員即戦力、巨人新人3投手の実戦形式初登板はということでございまして、今日ですね、巨人春季キャンプ第2クール、初ので実戦形式での練習が行われました。その中で今年ねドラフトで獲得した新人3投手、ドラ1西舘、ドラ2森田、ドラゴンマタキ、この3人もね実戦形式の練習で初登板となりました。しっかりとね3人ともいいピッチングができていたっていうところもあって、ちょっとねじっくり見ていきたいと思います。ではまずドラフト1の西舘選手から見ていきましょう。ではドラ1西舘見ていきましょう。でルールはですね、カウント1-1から始まっておりまして、西舘選手は初選手と対戦しております。では見ていくと、まずは1人目の岡田選手、彼をサードゴロ、2人目の萩尾選手をセカンドゴロ、ちょっとねバウンドが変わってしまってアウトにはねできなかったんですが、打ち取ってる打球ではあったのかなと。で3人目門脇選手もセカンドゴロで、4人目の秋広選手、彼にねヒットを打たれてしまいました。秋広選手もさすがというか、かなり早いね打球を打っていたっていうところで、この辺は1枚上手でしたね。で5人目中山選手はサードゴロで、6人目再び岡田選手が回ってきて、ここがセンター前ヒットで、7人目の萩尾選手、これが良かったですね。アウトコースいっぱいにしっかり速いストレートを投げれていたというところでございました。で8人目門脇選手でピッチャーゴロということになっております。で成績ねざっと見ていくと、打者8人で、球数は20球、被安打2、基本塁打四死球0で、奪三振1、被打率が2割5分ほどということになっております。はい、ヒットはね2本打たれたんですが、フォアボールも出しておらず上々の出来だったんではないでしょうか。で感想で言うと、ある程度こう変化球をコースに投げつつ、要所で威力のあるストレートが決まっていた印象でございます。結構ね変化球を試していたかなというか、カットも投げてましたし、でカーブもね割と投げておりました。でしっかり変化球もコースに行っておりましたし、やっぱこの辺はさすがではありましたよね。ストレートもねビシッと決まっていたっていうところもあったんで、やっぱドラフト1位のピッチャーだなっていうところでございます。でただ一つ言うならば、大学試合からやや左をね苦手にはしておりました。基本塁打を浴びていたのがほとんど左バッターではあったんですよね。なんでちょっとねやっぱ苦手意識はあるのかなというふうに思いますし、今日ヒットを打たれていたのも秋広選手、岡田選手と左バッターがついておりましたんで、その辺に関してはねちょっと今後も注目かなっていうふうに思います。では続いて見ていきましょう。はい、続いてドラフト2の森田選手、彼もね初選手に投げまして、1人目ですね、大城選手はショートゴロで、井口選手はセカンドゴロ、岩佐選手もショートゴロで、4人目のウレーニャを空振り三振で、5人目の佐々木選手、ここはねセンターフライで、6人目の松原選手に唯一ねヒットを打たれておりまして、レフトへの二塁打、ちょっとねストレートが甘くなったところを捉えられておりました。で7人目吉川選手セカンドゴロで、8人目の井口選手はレフトフライということになっております。はい、というわけで森田選手ね投球結果見ていくと、打者8人に対して21球ね投げておりました。で被安打1、基本塁打四死球0で、奪三振1、被打率が1割2分5厘ということになっております。はい、森田選手も上々でございました。ヒットはね結局松原選手の1本だけでございまして、しっかりとね流れていたんではないでしょうか。で感想でお話していくと、やっぱねどの変化球も低めに集めておりまして、コースギリギリをついていたのはオールドルーキーだけあってねさすがかなと。森田選手に関しては社会人、さらにね年齢っていうのも今現在26歳、2月で27歳になるわけでございます。本当ね年齢的に即戦力が求められているんですけど、今日のピッチング見てもね本当さすがかなというか、長年社会人でやってきただけあって、本当に面白いようにね変化球でストライクが取れておりましたし、ボールの球も本当こう低めに集まっていた印象でございます。ただちょっとね若干ストレートがばらついておりましたんで、そこの修正は今後期待かなというところはありますよね。こう変化球はいい分ね、ちょっとストレートが甘くなってしまうのが目立っていた印象でございましたんで、そこをしっかりねキャンプで修正して開幕へというところではないでしょうか。はい、で次が最後ですね、3人目見ていきましょう。はい、では最後ですね、ドラゴン又木選手、彼はですね6人しか投げておりませんが、1人目の萩尾選手、ここをね空振り三振、ストレートで押して三振を取っておりました。で2人目の門脇選手も空振り三振で、岡本選手もね打席立っておりまして、ショートフライということになっております。で4人目の永山選手も空振り三振で、5人目の山選手もショートゴロで、6人目の秋広選手もね結構粘っていたんですが、最終的に見逃し三振に切っておりました。はい、というわけで又木選手は打者6人に対して21球、被安打0、被本塁打0、四死球0、奪三振4、
左図0割0分0厘ということになっております。はい、まあまあ本当ね、非常に良かったのがこのマタキ選手ではないでしょうか。やはり今日ね、投げていた選手の中で一番良かったっていうのは間違いなく彼かなっていうふうに思いますし、中でもやっぱね、目についたのはストレートが非常に威力があって、ことごとくどの打者も振り遅れていたため、制球力もね、まあまあ当然そうなんですけど、それだけではなくやっぱ三振を取る能力っていうのも高そうだなっていうのは思いましたよね。まあやっぱ彼に関してはね、技巧派左腕っていうイメージは社会人時代からあったんですけど、まあやっぱこうストレートがかなり出所見にくそうだなっていうところもありましたし、球速以上にね、おそらく打者は速く感じているんじゃないかなというふうに思います。まあまあなんで、しっかりとね、三振もたくさん取れておりましたし、こう先発やるにしろね、リリーフやるにしろ、三振を取れそうなところはね、ほんとこう、間違いなくね、長所ではありますし、まあ入団前のね、日本選手権とかでも、しっかりと結果出していたっていうところもあるんで、まあまあその時のいい状態のままね、この春季キャンプに入れているんではないかなっていうふうには思いましたし、まあちょっとね、こうドラフト5位と、今年のルーキーの中ではね、試合下で一番最後に指名されていた彼なんですが、もしかしたら一番ね、早く活躍するのは彼かもしれませんが、はい。というわけで、以上ね、シート打撃に投げたルーキー3選手ということになっております。で、他にもですね、投げたピッチャーが3選手いるんで、まあまあその辺もね、ざっくりと見ていきましょう。はい。では、他投手の結果っていうところもね、ざっとではありますが、見ていきましょう。まずは、堀田選手ですね。彼も投げておりまして、岸田選手、見逃し三振、門脇選手、ショートゴロ、岡本選手、中山選手にヒットを打たれましたが、山瀬選手、ショートゴロ、秋広選手三振、岡田選手をフォアボールという結果でございます。はい。まあ、堀田選手はね、2安打打たれておりましたが、まあまあでもこの時期にしては、しっかりといい球を投げれていたんではないでしょうか。まあ、こう台湾ウィンターリーグで、ある程度ね、結果出したっていうところもありますし、去年はこうつまずいてしまった感じもしたんですが、まあまあでもやっぱね、今シーズンはやるぞというところもあって、まずまずっていう感じはありましたよね。で、泉選手、ソフトバンクからトレードできた彼でございますが、大城選手をファーストゴロ、湯浅選手をピッチャーゴロ、ウレーニャ三振、佐々木選手セカンドゴロ、松原選手見逃し三振、吉川選手にセンター前に打たれましたが、泉口選手をセカンドゴロ、岸田選手をキャッチャーフライ、大城選手死球、湯浅選手見逃し三振と、まあ、打者10人投げて安打は1という結果でございました。で、三振もしっかり取れておりましたし、かなり良かったんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱ彼に関してはね、去年悪かったとはいえ、実績っていうのは上々でございますから、やってもらわないとっていう立場ではありますよね。まあトレードで巨人に移ってまたね、対戦する打者もガラッと変わってくるところでございますから、まあこう開幕1軍のリリーフ陣に入って、欲しい選手が順調な調整であったんじゃないかなというふうに思います。で、最後に田中千春選手、ウレーニャを空振り三振。佐々木選手にフォアボール、松原選手にヒット打たれて、吉川選手はセカンドゲッツ、泉口選手はセンターフライ、岸田選手はピッチャーゲッツ、大城選手がライト前にヒット、で、佐々木選手が最後三振ということになっております。はい。まあ、田中選手はね、ちょっと他の選手に比べて、ボールが荒れていたっていうところはあるのかな。まあまあ他の選手がね、まとまっていた分、まあちょっと目立ってはいたのかな。まあでもね、それでもフォアボールは一つですし、球の威力はね、誰よりもあったんじゃないかなと。いうところは感じました。まあやっぱね、平均球速も速いですし、決め球のフォークボールも持っているっていうところで、馬力やチームでも上位クラス。まあ細かいコントロールをね、求めるよりは、今はこのぐらいでね、いいのかもしれませんが。はい。というわけでまあ他選手ね、3選手見ていきました。計、新人合わせて6選手が投げていたというところでございますが、まあどの選手もね、おおむね良かったんじゃないかなというふうに思います。まあまあそういうのもあって、11日の紅白戦というところ。まあおそらくね、今日投げたメンツも投げるんじゃないかなというふうには思いますんで、まあ今日以上にやはりこう実戦に近いというところはありますんで、こう非常に楽しみかなというところではないでしょうか。はい。というわけで今日は以上です。最後ね、ネットでの反応見て終わりましょう。はい。ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。この時期やからかもしれんが、ルーキー3人のピッチング、めっちゃよくね。またきはストレート、見た目以上に速そうだし、森田左バッターへのフォークボールが相変わらず良い。西舘もカーブがカウント球として通用そう。そしてみんなコントロールに不安がないということで。はい。そうですね。まあまあやっぱね、今回ルーキー3人が初登板というところでありましたが、まあやっぱみんな良かったかなっていうふうに思います。まあ当然ね、こう試運転の段階ではあるのかなというふうに思いますし、まだまだね、こう投げていない球っていうのも、それぞれあるのかなっていうふうに思います。ただ、やはりね、その中でいいものをそれぞれ見せてくれていたのかなっていうふうに思いますし、中でもやっぱね、どの選手もフォアボールはありませんでした。まあ、1-1からね、始まるっていう特殊カウントでございましたが、まあでもやっぱね、3人で60球くらい投げてフォアボール0っていうのは非常に優秀かなっていうふうに思いますし、まあやはりこういい球を投げても、そこから崩れる選手っていうのも多く見てきた中で、この辺が安定してるっていうのはね、非常に良さそうなところではありますよね。まあ1位の西舘に関してもね、3年生までちょっとコントロールが悪かったっていうところはあったんですが、4年生になってね、ぐんぐんそこが改善されていって、まあプロ入りっていうところでございます。まあプロでもやっぱね、
4年生の時同様、そこまでフォアボールは出さないピッチングができてくるんじゃないかなっていうふうには思いましたんで、まあ、そこの心配がね、3人ともなさそうっていうのは非常にこう大きなポイントかもしれませんね。で、一方こちら見ていきましょう。シード大輝の動画は全部見たけど、この時期はまだ投手陣の方が仕上がっているとはいえ、萩尾とウレーニャは前年だったな。萩尾は去年と同じように前評判だけで終わってしまうのかどうか、ウレーニャは監督のお気に入りだけど試合化は厳しいんじゃないかねということで、で、まあピッチャーがね、こうおおむねどの選手も良かったよというところはありました。やっぱこの時期なんで、やっぱピッチャーの方が仕上がりは早いっていうのは言われているんですよね。まあまあなんで、こうそこまでバッターでめちゃくちゃ触れていた選手も少なかったなっていうふうには思いますし、まあこっからってところではあるんですが、ただね、その中でも萩尾、ウレーニャ、明らかにちょっとね、この2人だけ他の選手たちより触れていないっていうところはありましたんで、まあまあ当然まだまだね、練習の段階っていうところではありますが、ちょっと心配なところではありました。まあやっぱ萩尾に関してもね、センター争いっていうところ、当然加わってほしい選手ですし、ウレーニャに関しても育成ではありますが、まあ一軍に呼ばれて、早期試合かっていうところは期待されております。まあなんでこう早くから結果出して、ガンガンアピールしていきたい立場ではあるんですが、まだちょっと状態は上がってなさそうでございます。まあ初実戦の11日紅白戦、おそらく彼らも打席立つんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあそこでまずしっかりアピールして、いい感じで沖縄、そしてまあオープン戦に入れればなっていうところではあるんですけど、まあどうなのかなと。はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。